金額は1000円です。まあ1000円だし、この雰囲気だったらジャケットのインナーなんかにも使えるから、これかなりお値打ち価格なんじゃないかなって。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、ユニクロさんの新作スムースコットンシャツテールティーノースリーブ62番のブルーを着用して登場しております。はい、後ろがね、はい、ちゃんとテールがあります。で、前は私今しまっています。で、今回何をするかと言いますと、このノースリーブティーの着比べというか見比べというものをしていきたいと思います。はい、どういうことかと申しますと、はい、まずね、ユニクロさんの元々のノースリーブタンクティー、こういうものなんですね。で、私がよく着ている GU のノースリーブタンクティーはこういう感じ、ちょっとだけね、地厚になってます。あとはね、同じく白と黒両方持ってるんですけれども、これはね、やっぱりよく着ているスライさんのノースリーブタンクティーなんです。これのね、それぞれの違いっていうのをお話しさせていただくと、こちらは肩先のところまであるんです。こうやってよくご覧いただけるとわかると思うんですけれども、ここからここまでが袖になってます。はい、で、ユニクロさんとそれから GU のをこうやって比べていただくと、はい、ご覧いただけるかな。この幅っていうのがスライさんのが一番大きくて、で、ユニクロと GU が短めなんです、この肩の長さで。多分これも同じ系なんですね、ちょっと内側に入ってる。で、GU とユニクロのこのタンクティーの違いっていうと、素材の厚さっていうのも多少あるんだけれども、長さが完璧に違いますね。はい、こういう感じです。はい、こちらのユニクロさんの方がちょっと長めなんです。これどういうことかっていうと、 GU さんの方が若者向け、若々しい印象で、ユニクロさんはちょっとね、あの年齢いった感じの丈の長さなんです。で、スライに関して言うと、まあね、109ブランド的なところがねあるから、割と基本的に若者向け、はい、長さも一緒ですよね、ほぼほぼ。残念ながら、ただスライさんはいいんだけど、めちゃくちゃ薄くって、特に白なんかだと下着が透けるぐらい薄い感じがするの。ただ薄いからこそ、まあちょっとお腹に入れてもこれゴロゴロしないんだけれども、 GU の場合はオーバー T シャツにしてもそんなにあのやぼったい感じはないわけ。ただユニクロさんの場合はこの丈の長さっていうのが中に入れるのか出すのかちょうど難しい長さだったりとかするのね。で、今回この私が購入してきたスムースコットンのシャツテールティーなんだけれども、はい、後ろがねこのようになってて、前も出しますよ。はい、このように前にほら購入したロングテールティーのまんま、ノースリーブになってる感じなの。だからもちろん前はね、さっきやってたみたいに中にこうやって入れていただいて、で、後ろをお尻をカバーするとか、ちょっとなんかニュアンスだし安い感じなので、しかもこういう T シャツっていうのは割とさっきみたいに白黒ベージュみたいなベーシックカラーを私は選びやすいんだけれども、なかなかこういうねちょっとグレッシュな感じのブルー、62番のブルーで、これはね 100% 綿なんですけれども、リブの部分のところが 63% コットンの 37% ポリエステルで、 S サイズを私は購入しました。はい、S サイズを購入した方がこの辺りがねすっきりするかなっていうふうに思ったのと、プラスちょっとこのものが S サイズしかなかったっていうね、そういうまあ言い訳的な感じもあるんですけれども、金額は1000円です。まあ1000円だし、この雰囲気だったらジャケットのインナーなんかにも使えるから、これかなりお値打ち価格なんじゃないかなって、日々毎日ねお洋服着て仕事したりとかする時にはものすごく重宝するんじゃないかなと思います。で、ちょっとね後ろこうやってテールがあることによって、前に入れるのももちろんいいし、このままね前にも出していただいてラフに着る、デニムだったりとかショートパンツみたいなものを合わせると、それはそれでカジュアルになる。で、こうするとジャケットだったりとかカーディガンね、インナーとして着るっていうようなことももちろんできるから、なかなかいろいろ使い勝手があるものなんじゃないかなと思います。で、透け感もないし、スーピマコットンよりはちょっとこの光沢はないけれども、スムースコットンというだけあって、なかなかのいい
素材なんじゃないかなっていうふうに着てて思います。でね、順位をつけさせていただきたいと思います。はい、順位をつけると1位、私一番着やすいのはこちらかなって、 GU かなって思います。なんでかっていうと、まあ、肩幅が私があるからなのかもしれないけれども、私がねこれ着るとちょうど肩よりもちょっとだけこれぐらいまでなるのかな。でも今着てるこのスムースの場合はしっかりしてるんだけど薄地だから柔らかいから内側に入ってくる感じはあります。でもどちらかというとこういうのがインしてる方が肩幅が大きく見えないからいいよっていう風に場合もあるので、肩幅が大きい人はこれおすすめで、今からの時期だったらこっちの方がすごい涼しいです。これはちょっとね汗かきやすいの、厚地だからですので、そういう意味で着分けしていただきたいなと思います。はい、今度 GU と比べてみると、 GU の方が首がね短いというか浅いので、全体的にこうちゃんとフィットしてくれるような感じ。はい、 GU も S サイズを私購入してますね。はい、元々のユニクロのは M を購入して、 GU は S、 そして今回のユニクロさんのは S を購入してますが、同じ S でもね GU の場合の方がこう首が小さくて割とこうコンパクトにできてるっていうことが分かりました。スライノンをね一緒に並べてみました。もう見てご覧いただいてもね、この肩幅があるっていうのはお分かりになりますし、このね袖の杭のところの幅もねちょっと多く取ってありますよね、袖口のところで。だいたい栗は GU さんと同じぐらい、こんな感じでね、やっぱり若者向けっていうものは全体的に栗がねちょっと小さめにできててコンパクトにできてるっていうのが分かると思います。私の順番としては1位、2位、3位かな。はい、こんな感じ。なんで3位かっていうと、生地がこういうもの薄いと襟元がねテロテロしてくるんですよ。そういう意味でうまいのがユニクロさんはリブにしてしまってるところがね、テロテロしてこないところがうまい。だけれどもビジネスシーンなんかで使うためにはこれぐらいの厚地の襟元の方がよりいいかなっていう風に感じます。これなんか私本当にセールの時スライで買ってるから一つの500円とかっていうのを買ったような気がするんですよ。だから買うタイミングがセールの時期なのかっていうようなことももちろんあるし、いくつあってもこういうのはねもう本当に仕事でも家でも気兼ねなく着れるものなので、そういう意味ではね用途それから目的に応じて、そういう意味ではね用途目的に応じてご自身の、ね、お洋服に合うものを選んでいただければいいなと思います。あとは色ね、こういう安いものでね自分に合うか合わないかっていうのをトライしてみるっていうのも一ついいんじゃないかな。このブルーに関してはブルーベースのサマーさんが一番お似合いになると思うんだけれども、どちらかというと黄みがかっている部分もあるから決してスプリングさんも似合わないってわけじゃないと思います。はい、黄みのある薄いブルーグレーというふうに受け止めていただけたらと思います。はい、他にもね白黒結構いろんな色があったと思います。はい、なんだってこれはね使いやすいですね。今度ねジャケットの中でコーディネートしたりとか、あとは、下にスカートを履いてこうオーバーベルトみたいな感じにしてみたりとか、いろいろな着方もできると思いますしね、もちろん上にセーターを巻いていただくっていうこともいいと思いますし、カーディガンで羽織るっていうのもできる、これからの時期着心地のいいものなんじゃないかなと思います。はい、まあ、こうするとねあんまりここら辺のラインが見えないから、ある意味でごまかしですけどね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はね私の好きなタンクティー、ユニクロ、スライ、そして GU& 新しいこのね新作のスムースコットンシャツテールティーを順位付けするっていうことをさせていただきました。はい、というわけで試着室はマジックワークススタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすごく嬉しいです。そして LINE 公式アカウントへのご登録もまだまだお待ちしております。それでは次のコーディネートでまたお会いしましょう。バイ。